拙者の使者名簿を見なかったか。タイマンか。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。我が力を貸してやろう、風の力。目覚めろ。私の心、熱いでしょ。風の力、目覚める。わしの負けだ。春の風が満開の知らせを運んできたで。人は炎を求めながらもその熱さに怯えます。燃えることこそ命の崇拝よ。燃えなさい。やけどに気をつけて。今回は負けか。恐れることはない。行け、巨婦よ。幸運には代償が伴う。これでよし。役に立ったでしょ。幸せは自分の手で掴むのよ。何人たりとも近づかせん。精神は接心のため。今度こそぶっ飛ばしてやっからな。抜刀。次の勝負をしましょう。
様の出番か。こぼれた涙は雪とかす。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。鎧で身を固める。まだ終わっちゃいねえよ。春の風が満開の知らせを運んできたで。拙者の使者名簿を見なかった。何人たりとも近づかせん。抜刀。務めを果たす。酔わなきゃ帰れねえぞ。治療はうちに任せなはれ。酒を持ってこい。マナは繊細なんやから大事にしてな。聖者は拙者が体が動かないでござる。体勢を立て直します。あんたに罰を与える時が来たため。そろそろ本気を出すか。さらに強くなってやるぜ。私もまだまだ。白い雪が舞う。少し休もう。死という字の書き方を知っているか。桃を美しく見せるんや。かたじけない。使命決して終わらぬ。冬が来た。止まれ。この極寒の地は踏ませない。無効止め。
力見せてやろうじゃねえか。俺様に挑戦したいのか。お前の魂に資格などない。時決して外さない。新たな意志、新たな自分。弓道は人者の術。まだ終わってません。油断しない。矢が向かう先は心の赴く場所。わしらは時期再開するだろう。すべての資料は拙者に裁かれねばなら。刑に処する。需要不足か。お前は本当に俺様を怒らせた。